今日はピッチャーゴロとフォアボール。ライナーがライトへ、スタンドまで届いてホームラン、1対1同点。ハーミッタの第1号、ライナーで持っていきました。さあ同点、ディクソンが打たれました。ハーミッタ今ホームイン、1対1同点。ここで一発が出ました。一発をね、あるそのバッターにインコースにまっすぐですよね、はい、打たれたからではなくって、やっぱりその1点勝負ですから、ホームランが怖いのに、このボールにしに行ったのが中に入ったではね、いけないところなんですよね、はい、せっかく初球あの外のね、いいところでボールになったわけですからね、さあここは噂も大きな声が出ました。